はい、どうもドラム佐々木です。今回は、アバロンに、爆絶にね、天草が中心化しましたね。天草がの力を見たい。まずでも天草がアバロンどれぐらいね強いのか、天草じゃない、アバロンがぶっ飛んでいくのかして、天草2体できました。ね、このぐらい天草いるんだから、ぶっ飛んでいくでしょ。レーザーバリアついてるからね、強いね。今回のこのレーザアマクサーの、まあ、力を見たいっていうか、ちょっとこれで挽回されちゃう。グネビアスタートかな。グネちゃんは、あ、グネちゃんじゃないか。強い。なんや今。レーザー強ない。ちょっと。やばいって、ちょっとこれレーザーやばい。え、これまさかぶっ飛ぶとかある。そこまではないか。アバロンね、いきます。で、下に下がってくる、下に下がってきます。なので、ウンディーネは、レーザー吹っ飛んでくるんですよ。これレーザーバリア、レーザーバリアじゃない、レーザーストップがないので、ここは倒してほしかった。分身3体の3体が後から出てきます、ね、はい。そしたら、分身ここはまだ入ってきます。そしたら、かな、違った。そしたら、はい、弱点。おではない。で、ボスですね。こうした配置にすると結構次の雑魚処理がね、楽なので結構ベストですね。はい、横にいないことです。横にいてもこのレーザーあまり食らわないのか、すごいな。マジか、僕はあれなんですよ、あ
天草の力いましたんで。はい、そしたら、もうボストコースで向かって防御力、はい、OK、はい、これはやばい。アバロンシステムに異常ここに、発生。そしてちょっと配置がずれた。バイク倒すか倒さなくてもまあどっちでもいいので、次無限にこれ蘇生してくるので、まあボスをやってもいいし、防御力アップしますけど、まあどんどん HP ね削れていってるんで、アバロンシステムに異常発生。天草の SS がどのぐらい強いのかっていう感じです。おお、なんだ。ここ。はい、そしたら。したらウジーニではなかった。は、ウンディーネかな。痛いね、ちょっと待って、これは結構痛いよ。術よ来たれ、氷結の剣となりて、他の魂を捧げよ。そうですよね。信仰に準ぜし子羊よ、共に天使の行動を代表する。やばい、ちょっとアバロンシステム、まあすごいとか、ということで次のまた次の動画に会いましょう。以上、ドラム佐々木でした。バイバイ。あ、ドロリツ見るか。一回ドロリツまで見ましょう。落ちないか。はい、ということで、はい、ウンディーネとアマックスさんがね結構輝きましたね。ということで、ドラム佐々木でした。バイバイ。